こんばんは。お腹すいた。配信始めて早々。お腹すいためっちゃ。こんばんは。ありがとね。めっちゃぴったりじゃない？始めたの。テロップ書くか。テロップ何にしようかな。何食べる？え、悩んでて。チーズインハンバーグを食べるか焼き鳥を食べるか悩んでる。どっちがいいかな。どっちがいいかな、悩んでる。めちゃくちゃ。あ、楽器ありがとう。これなんていうの、ホルン？違う、ホルンじゃないか、サックス。ありがとう。バラモンプも相変わらず可愛い。ありがとうね。焼き鳥、焼き鳥にしようかな。じゃあ私今日なんかローソンかなんかの焼き鳥なんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、冷凍のやつ両方食べちゃい、贅沢すぎる、贅沢すぎる。さすがに自然ハンバーグ余裕か。え、なんかね、自然ハンバーグは賞味期限が明日までだから、今日食べるか明日食べるかをめっちゃ悩んでて。そうなの。ハートもありがとうね。今日は新潟横浜で巨人戦してるね。ねえ、そうだね、野球。ありがとう。あ、マシーさん卒業公演当選メール来た。 おめでとうございます。ありがとう。音符もありがとうね、たくさんありがとう。何にしようかな、テロップ何にしようかな。加工食品なら多少過ぎても大丈夫。確かに賞味だもんね、消費じゃないから。ありがとう、ハートも。こんばんは。何にしようかな。あ、そう、私今日みんなに聞きたいことがあったから。今の季節食べ物を早く食べよう。え、それはそう。でも冷蔵庫に入れてるから大丈夫多分。しかも冷凍食品となんか加工食品だから多分大丈夫です。ハートありがとうございます。そう、なんか昨日さ夜メールにも送ったんだけど、悩んだ時にチキンブヨリが。確かに髪型をね、めっちゃ今悩んでてね、悩んでてねっていうのはなんか何しようか悩んでて、今カベシャのやつがここ編んでるから。ありがとう、お花も音符も。夜どこか食べに行こうと思ってるんですけど、どこがいいですかね。え、夜ご飯は、私さっきさ動画見てたら韓国料理が流れてきて、韓国料理のモチベめちゃくちゃ私は食べには行かないけど韓国料理がいいと思います。駅にできたし、なんか駅じゃないとこにもあるよね確か。はい。そう、髪型を悩んでる、とっても。じゃあ韓国料理行きましょう。いいな、行ってらっしゃい。そう、なんかハーフツインにするか、あのなんだっけ、ツインテールするか、なんかいろいろ悩んでるんですよ。何がいいんだろう。でも髪をさ切りたいから今年中に。そう考えるとツインテールはなーとかいろいろ考えてて、どうしよう。こんばんは。なんかお披露目する場所あるな。え、なんかね、え、お披露目する場所っていうか、普段する髪型を何がいいと思いますか。お披露目っていうか普段何でもいいやか、何でもそう。え、違う、これしか、え、わかんない、いつからだろう。なんかとにかく髪型巻けないの、研究生は巻き髪ができないから、ストレートっていう基準で考えてほしい。なんか巻いちゃダメだし、そうそう、公園じゃないです、公園は出ないです私は。出ないんですけど、そう、もしするってなったら何がいいかなって思ってて。そうなんだよね、どうしようかな。どうしよう、公園じゃなくて前座なんですけど。
どんな髪型、どうしよう悩む。こんばんは。公園はないね、どうしようねどうしようね悩むな。もう普通にずっとそれを考えてて、いろんなアイドルさんのさライブ映像、ライブの時にオフショット上げてる。お団子にしてクマ一回だったら可愛いんだけどね、めっちゃ可愛いクマ。ありがとう楽器も。そう悩みますね。ボブにするんだったら全然おろしでいいんだけどね。大人っぽい感じが好きです。大人っぽい感じか。で早く髪切りたい。でも夏暑いから切らないけど切っちゃおうかなもう切っちゃおうかな。本当に切りたすぎる、やばいこんばんは。切りたいって思った時に切るのが一番だよねこんばんは。サイドポニー、サイドポニーは青ちゃんがしてるやつか。どうでしょう、どうしようかな無難な低めツイン、低めまとめると涼しそう。確かに確かに、ハーフアップ、確かにハーフアップ、ハーフアップかわいいね。うん、暑いらしいから切ったら楽。切ると意外とまとめられなくて暑いの、だから夏切りたくなくて。どうしようかな、暑さに耐えてボブにするか。ハーフアップかわいいね、思った。ハーフアップにしたいかな。なんかめっちゃアフロ推しがいるもういいよアフロハーフアップに一票。どうしよう、結構ハーフアップ、そうだよね、ハーフアップかわいい。ハーフアップってあんまりいないな、人間に後ろ見えないから。内巻きも巻きに入っちゃうの。いや内巻きは多分大丈夫かな。なんかあんまり巻くの切らないでほしい、切りたい切りたい。でもハーフアップにしたらボブにした時が嫌だからっていう、そのさあれもある。お団子にする夏の対策になる。なる、熱くない。家にいる時は髪まとめたいけど後つくのが嫌であんまり結ばないんですよね。でも結局結ばないんだったらボブにしちゃってもいいのかクルクルにしなきゃいいのか。そうそうなの、多分なんだね、メイクさん大変。でも私元がさ編み込みだからまた熱くなるからね。そうなんだよね。本当にボブにしちゃおうかなボブにしたい気持ちが急に込み上げてきた。こんばんは。どこまで切って、スタッフさんに切りたいですって前言ったら、あの秋に切りたいですって言ったのね。そしたら、ああいいよ、じゃまたその時に行ってって言ってたから聞いてみます。そうリップ塗る、前座は29、30はまだ発表されてないよね。どうなんでしょう、ないことはないと思うんですけど私たちはまだ分かんないから。そうボブにしていいの、多分いい。あなんかね、生写真を撮影した時にカメラマンさんがなんかボブにしたらいいんじゃないって言ってくださって、それを運営さんにも言ってくれたみたいだから全然ボブにするのは OK なんだけど、そう切るのも許可いる、めっちゃいるめっちゃいる。髪型決めたの、決めてないの、どうしようかな。じゃあ早めに、そう言おうかな。 STU 3期研究生の矢崎かすみさんもロングだったけどバッサリボブになった、びっくりした。もう私飽き性すぎて髪型もさすぐ飽きちゃうから切りたくなっちゃう。でも切ったらまた飽きちゃうんだろうな。生徒班が増しそう、どうしようかな、悩んでます。ボブにして負けないんだよなっていうのもあるし、
前田もそうだけど7月のスケジュール、あ確かに出てないね。でもあれですよね、柏崎の花火大会とお話し会が7月だから。あフォローありがとうございます。ももちゃんくらいの感じかな。え、そう、それぐらいにしたい。ボブにするなら一番気が若い。髪型変えちゃダメなのに時間経てば OK なのかな。え、そう、なんかね髪型変えちゃダメなんですよ全然全然ダメなんだけど。あフォローありがとうございます。そうちゃん夏休みはどこかに遠出旅行に行くのかな。え、全然決まってない。なんかその予定がわからないから、私も私も予定がわからないから、なんか夏は結構毎年ライブに行くのが私の楽しみで、乃木坂さんのだったんだけど、今年はわかんないから申し込みすらしてなくて、だからねどこも決まってないです。なんか私的には名古屋とかに行きたかったんだけど、多分もう終わっちゃってるから。ボブの軽い内巻きなら大丈夫、多分大丈夫。そう、低めのポニーテールマスター対策になる、なると思うけど、ポニーテールは私が好きじゃない。そうそう、夏休み皆さんがお休みの時こそアイドルは仕事をしなくてはいけないから多分分かんないんだよね。名古屋行きたかった、行きたかったんです。行ったことなくて名古屋に。そうライブとかってこの日って決まっちゃってるからさ、後から私たちも分かるから難しいんだよね。でもまあ、あそうだ、音楽の日昨日さなんか見てたらさ、なんか音楽の日にみたいな、今お風呂にしたらめちゃ涼しそう。お風呂が楽になる、めちゃくちゃ乾かすのが楽になる。そう、ボブのカチューシャ、かわいいかわいい、絶対かわいい。それはそう、なんだっけ、音楽の日だっけね、なんだったっけ、音楽の日ダンスバトル、すごくないですか、ダンスコラボ企画みたいなやつ。そう、48グループ NGT も出るって書いてあって、めっちゃ楽しみ、見たいね、あれすごいよね。そう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 、ダンスバトル見ましたか皆さんも。私もそのニュースみたいな、なんか LINE ニュースで48フォローしてるから、それで多分流れてきて、すごい出るんだって思って。そうダンス曲、 AKB の新曲見逃してしまった。私は聞きました私は聞きました、恋積んじゃった。なんかめっちゃダンス激しかった、変わったテンポの曲でしたね。 X で見た、お、そう、どんなのやるんだろうね、楽しみだね。ダンスが踊れる方たちがきっと行く、激しくてめっちゃダンス、そう、しかもめっちゃ衣装が可愛くて、やっぱり AKB のなんかあの制服衣装がマジで好きで、こいつんじゃったの、本当に可愛かった、衣装可愛いってずっと言ってた衣装が可愛すぎるって。そう、ノーウェイマンでもダンステーマで決めたことあったね。うん、すごい、ダンスすごいよね。こっちは AKB の時間放送してなかったよ。あれで見ましたX なんかで流れてきたやつ見ました。めっちゃ衣装可愛かった。 MV の雰囲気がらしくない似てたね。そうなの、ててらしくらしくないね、今での僕とは違う、冷静さを失ってる自分、手には負えないこれが恋か、いやのドドドドドドド、お熱のドーパミンが、あ、15分経過したすごい、こんばんは、ありがとう、ハート見たい、かわいい、本当に衣装かわいいんだけど、どうしよう、
テレビ披露の時とも違くてすごいよね。パターンが何個もあるの。めっちゃ可愛い。いや本当に衣装が可愛いな。本当に衣装が可愛すぎる。やばいです。そう。パターンあるのね。わかる。そう。関連 TikTok 撮った時そうじゃん。何関連 TikTok って。見てないかも。やばい見てない絶対。何かを撮ってたんですねきっと。NGT で。じゃあ私は近くにいなかったと思われます。わかんないわかんない。コパンありがとう。こんばんは。わかんないよ。すごいマジで衣装がかわいい。じゅーん、愛ちゃんさん佐藤愛さん、すごい。コマちゃんが出たから、へえそうなんだ、すごいすごいとか言って、何 TikTok だよね多分。あ TikTok、 そうなんですね。なんかあでも待って、あやめてそうなんだっけ今見るね TikTok。 おーすごい。ありがとうね。あのダンスのそれ方ネモハモ、あわかる。ちょっとネモハモ感じた。ネモハモ懐かしいね。いつだっけ3年前ぐらい。ないの言うの日なしのないの29昼公演よ、30夜公演当たった。おめでとう。よかったね、よかったよかった。全然早く知りたい私も私も出るかがわからないから。出るとかだったら会えるねって言えるけどわかんないから知りたいけどどうなんでしょう。こんばんは、ありがとう。ハートモンプも、ヤンホールームユニット公演で言ってた。私絶対踊れない。今前座って何パターンでしたっけ。4パターン4パターンですね。4パターン、なんか4曲あってメンバーが毎回ちょっとずつ違うみたいな、そんな感じです。だからパターン、まあ4曲かな。でもなんかセンターやる子が違ったりとか、まあそれも 2,3 パターンぐらい1曲につきあるから、そう考えるとめちゃくちゃあるかもしれない30日やる公演が客席に座りたい。座りたいよこんばんは、ありがとう。今日も1時間くらいやろうかな。ちょっとやりたいことがある4パターンといってもポジションが違ったら全く違う。そうなの。私もまあでもそうですね、人によっていろんなとこで出たりしてるから。29日の公演当選したけど、ねえそんなこと言わないで、悲しい悲しい、それ悲しいからそれ言わないで。とてもたくさん笑わなくて、おめでとう。こいつはおいごだよっぽい感じ。ネモハモって感じ。ネモハモめっちゃネモハモ感じたわ私は。ネモハモなんか衣装もちょっとネモハモかな。こんばんは、めっちゃダンス揃っててすごかった。ありがとう音符も。愛の言うの日差しのないのちょっと会ってないうちに違えるぐらい。サホちゃんの近い方のポジションであるように毎回なってます。そうだよね。うん、
見どもりとか私は2個場所を出させてもらえてるんですけど、上手と下手逆だったりするからわかんないよねそれも。30日でだだだ、うん、こんばんは。そうね、あとは何でしょう、7月とかもね30日あげなくする自信があります。え、ねえねえとか言ってねえ、そうだよ、そうじゃん、今の髪型とか長さ切りたいのに切りたいのに。でも確かに中途半端に伸びてるくらいが一番私は好きじゃないから、今ぐらいがいいかも。そうなんですよ、今ぐらいがいい。こんばんは。なんかボブにするのめっちゃ好きですぐ切っちゃってたんですけど、ボブからロングにする過程が本当に好きじゃなくて、なんかどうしようもないのねその時期ってどうしてどうやっても垢抜けないっていうか、なんか可愛くないの。負けたりしたらいいんだけど、なんか本当にどうしようもできないから、あの今ぐらいでいるか切るかをすごく悩む。ポジション変わると見える景色以外何が違う？え？ポジション変わると歌割りが違うとかそういうこと？ダンスが違うとかかな。髪切っちゃうと幼くなる。確かに。ボブのイメージない。え？ずっとボブでしたよ私。人生において全然。ポジションもボブの美かけぐらいだったし。こんにちは、たくさん来てくれてる。ウィッグで遊べば、ウィッグいいやこんばんはね。前髪パッツンでしたか。前髪ずっとこんなんです、ずっとこんなんですパッツンにしてた時もある。パッツンにしようと思えばできる今も。そう、ありがとう音符、ハートもありがとう。29日なかなか何が取れなかった、何かあるのかな、どういうことどういうこと、星になっている。ハートありがとうね、こんばんは。初見の方もありがとうございます、こんばんは。前髪サイドアキャゴリオスキー、ちょっと分けた方がいいよね、顔が明るくなる。ホテルの予約取れなかった。え、そうなの、なんかあるの。29日新潟ときメッセとか29日ときメッセ新潟イベント、まあなんかホテルが取れない時って大体ときメッセで何かがあるんですよ。だからときメッセイベントで調べたら多分何かあるってわかるんじゃないかな。あ、何かあるみたいですよ。エグザイルトライブさんだってエグザイルなんとかさんが来るみたいです。 LDH、そうだって、だからホテル取れなかったのかもねらしいです。こんばんは、ありがとう。あとなんちゃってボブやって、なんちゃってボブ難しいな、こうでしょ、こうこんなんこんなんこんなんでしょ。それは混みそうね、絶対混む。多分新幹線もめっちゃ混んでる。わ、新幹線めっちゃ混むのか、大変だね。なんか同じ T シャツの人になるよね新幹線が7月22日、あとさん来るような。そうなんだ、じゃあまたそれはめっちゃ混む。テレビの女の子が来た、確かに女の子がめっちゃ、ラブラとかもさめっちゃ女の子増えたりするんですよ、ときメッセのイベントによって。土曜日は朝からアルビーユニフォームとかたくさん出てた。そうなんだ、29日高いけど出ました。そうなのね、高くなるのか、大変だね。そうだよね、イベントやってると
なんかの時、私が引っ越してくる日とかもちょうどときメッセでイベントしててめちゃくちゃ混んでたから、新幹線もほぼ満席だったし、着いてからも女の子がめちゃくちゃいて、もうお母さんと何か今日あるのかなって言ったら、なんかライブやってて混んでたっていうそう、何か前ぐらい変わる。そう、ホテルの値段全然変わるよね、ライブあるないで。それをもうサホディ来て電車乗りますありがとうありがとうありがとう、宣伝してくださいこんばんは、フォローありがとうございます、ありがとう、こんばんは。駅もキャリー引いてる人が多くて、確かに確かにそれはめちゃくちゃある。もうライブで全部変わる。土曜日ユナさんおしゃべり会ある。あ、そっかそっかそっか、あれか、6月誕生日のおしゃべり会なのね。夏休み期間だからでは、いつがいつがまだだよね、夏休み期間7月15とかからかな。先々週も別のイベントでホテル、そうだったんだ、やっぱりイベントめちゃくちゃ多くなってきたね。こんばんは。あと12人でフォロワーさん1800人なの。そうなの、そうなの、ありがとうございます。今月中に1800人いけるように頑張ります確かにゴールデンウィーク中に声が出たけど当時券が痛かった。そうなのか、コロナの時特メッセだけはなんとかおっしゃってる。星になっている。こんばんは。あ、フォローありがとう、ありがとうね。快活クラブまで丸なんとかしてほしい。そんなに混むんだ、大変すぎる。めっちゃ配信頑張ってるし、いけそう。ありがとう、ありがとうね。こんばんは。この時間に配信ができるのがめちゃ理想めちゃ理想。こんばんは。そう、道がえるくらい新潟総合歯科施設の絶対、アパめっちゃあるよね。でもアパ至るところにない、そんなことないかな。なんかアパホテルがさめっちゃあって、どこのアパってなる。タクシー乗った時もどこのアパですかって、大きいところでとか言ってアパが多い。アパしか泊まったことないかも私。でもアパ、アパすごい、あの新潟のさ大きいアパさ、大浴場みたいなって、温泉みたいな、温泉かわかんないけど温泉みたいなのがあって、アパすごいってなりました、感動した。そう、アパ多いよね。警備も一発料も配信してる。そうそう、そうなんだ。車だと郊外の快活クラブに行けるから。ああ、三条にもある、そうなんだ。三条行ったことない。アパといえば社長写真付きのミネラルウォーターわかる、そのイメージある。あとアパカレー、アパカレー食べたことないけど。アパってお高いんでしょ。そうなの、わかんない、お母さん任せだから。古町の方にアパにも大学城がある。そうなんだ、すごい。日本海側で一番大きいらしいすごい、そんな大きいんだあのアパ。確かにめっちゃ大きいよね、大きいなってオーディションの時とかも思いました。29日の朝新幹線ギリ三角、新幹線そんな混んでるの、やばいね。アパ止まったことない。アパね、綺麗わかんない、アパによるかも。めっちゃアパって言ってる今、一番アパって言ってる自信ある。頑張ってください、ありがとう。いつかはなんとかアパに泊まるのが夢です。新潟県民だ。全然だって地元でホテル泊まろうってならないもんね。なんか GoTo トラベルキャンペーンみたいな時に東京でなんかホテル泊まったことあったけど、普通に生活してたらさ地元で泊まることってないから。あと、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。作法が傘に見えてきた。最悪、最悪すぎこんばんは。めっちゃ嫌なんだけど、どういう気持ちでそれ書いた今やだ、アパそれ違うもん発音超やなんだけどねタミーはシルバーホテル、そうなの。夜にコンサート来ていて女性が2人で、あとから浴衣のコンビニ、浴衣
思い出いっぱいって3年前に毎日連呼してた時期がある。え、どういうこと？公演後、歌たまとビール飲んでるしか。いいね、楽しそう。温泉街じゃないのに確かに、ごめんなさい、失言でしたいいですよいいですよ、全然。東京遠征はカプセルとかです。GoTo キャンペーン懐かしいよね。そう、新潟にカプセルないから厳しい。そうなんだ、全然わからない新潟宿泊事情。今日は半からのぎ帯だ、のぎ帯だとか言って急に。この端末から配信しない、よいしょ。あ、今見たら1790人になってた、フォロワーさんが。ありがとうありがとう、こんばんは。コンサート見て音楽となって喋って最高の気持ちで寝るまでコンサート。それわかる。なんかライブ行って友達と感想を言って、あそこでレスもらえてよかったねとか言ってお家に帰るっていうのがめっちゃ好きだった。夏の楽しみ、友達も受験生だし駅前にカプセルあったと思う。そうなんだ、コロナの頃は2000円台で泊まれた。すごっ、なんていい時代。いや、でもよくないか、よくないけど、そういう面では。でもどうなんだろう。初見です、ありがとう。この前工藤かすみ出された際のにいいんで牛タン打ち上げした。超楽しそう。牛タン、牛タンいいな。まだ行けてないから離休に。お母さん早く来ないかなって感じです初見です、ありがとう。そう、今日さ、ナギと話してたらめっちゃ面白いことがあって、ナギがいきなり土の子探そうかなって言い始めて、土の子でも探してとか言い始めて、もうそれが本当に面白くて。だってさ、普通に話してていきなり会話の流れ関係なくていきなり土の子探そうかな。なんかコロナの時私もさ、暇すぎてさ、土の子探そうかなって思ったことあったからさ、もうそれがめっちゃ面白かった。一緒に探そうかな、私も土の子。絶対いないよね。でも土の子探したくて。でも蛇めっちゃ苦手なんですよ。だから土の子ってさ、蛇短いバージョンだからコロナ禍の時は一人でツインルーム800円、それはやばい、安すぎる。こんばんは。土の子見つけたら奥もらえる。そうなの、そんなもらえるの、すごっ。ちょっとみんなで土の子探さない？ジャンプしてきたよ、土の子。嘘じゃん、それは。あ、フォローありがとうございます。ちょっと土の子探しに行きたいな。新潟土の子いそうなところないんですか？土の子って山にいるのかな？なぜに土の子？なんか土の子を探したいみたいな話になって、今日なぎと一瞬だけ、もう10秒ぐらい土の子の話をして、だから土の子を急に探すモチベになった今多分見つけられないと思うその通りそれはそうなんだけどさ、やっぱり夢があるからね。 UFO 見つけたみたいな。だって UFO 見つけても何もないけど、土の子探検隊そうだよ。妙に落ちたトカゲ検索してみて、やだ、絶対グロ画像が出てきてしまう。土の子を餌を食べた直後のヘビ説と足が短いなんとか説がある。そうなんだ。じゃあ見つかれられないんだ。いないんだね、やっぱり。夢を壊してごめんなさいいいですよ、夢見ちゃダメなんだよね。町の検証をかけてるそう、トカゲ、そうなんだ。そんなことある、絶対無理そう、一緒に探すっていうありがとう、ありがとう、お花たくさんありがとうございます。ハートもありがとうね。ユーマって読むの。あ、手紙ありがとう。糸魚川で目撃されたことが。そうなの、夢あるじゃん急に。あ、ありがとう、ねこさん、ありがとうございます。やっとお仕事終わった、お疲れ。あと10人ですやん。フォロワーさんありがとう。あと10人
1800人目指してるので、え、じゃあ今日目指そうかな、急に今日目指そうかな。こんばんは、ありがとう。じゃあ今日中に1800人フォロワーさん行くまで終われない配信しようかな。突然目指すなねえ、それはそう。じゃあ私が今から1800人フォロワーさん1800人配信しますねフォロワーさん1800人目指してます、配信します。急に、あ、フォローありがとうございますてっぺんまででゼロ時超えたら、え、帰れまてんみたいでさ、帰れなかったらどうしようカラオケはしない。あ、フォローありがとうございます、ありがとう。こんばんは。カラオケはだってこの前したからこの前つい最近したからね。皆さんの瀬田さんの髪型もよかった。サホちゃんはシェリーの髪型したい、ボブにしようかな、そのためだけにサホのウィンクで100人くらいは行くと思うすごすぎる。そう、1800人になるまでやめれません。ウィンクできないんだよね、やばいよね絶望的、できなさすぎて。1800人来そうになったらフォロー外して、絶対ダメ。もうフォロー外したらあれですよ、嫌なこと起きるよ嫌なこと起きるよ。そう、せっかく早く始めたそう、目にゴミ入ったね、いじってるよ、いじってる。アフロちゃんアフロしないよアフロしないよ。何時までのご予定？いや、何も考えずに始めたけど、でも7時くらいまでかなって思ってました、思ってましたよそう、父の子も同じくらい黒目大きいのカラコン、え、全然大きくないし、カラコンじゃない、なんならコンタクトもしてないから、あのめっちゃ私はあのぼんやりしたコメントを読んでますあ、フォローありがとうございます。過去形なのくさ、そう、急になんかあと何人だよってみんなが言ってくれたから、フォロワーさん1800人終わる、うん、行くまで終われまてんにしようかなってノリで言って今って感じ。ヘタピンク、え、そう、ヘタピンクいいね、ぴったり。メンバーってウィンクの練習してるのかな、え、どうなんだろう、練習してさできるのかな、やばい。じゃんじゃんフォロワーさん増えてる、え、ありがとう、本当にありがとうございます。ノリで書いてるのに嬉しい。あと10人なんだね、え、そうなの、ありがとうね。こんばんはえ、どういうこと、こんばんは。カラコンウィンク無理できない。ヒロカッピ、え、そう、ヒロカッピ特技がウインクだから、めっちゃおひ、今は最近してないけど、あとメリーがめっちゃウインクうまい。なんかボーってしてたらメリーがいきなり目合わせてきてウインクしてくるからメリーがウインクしてくるときは調子がいい日です、めちゃくちゃ。なんか、あ、この子テンション上がってるなーってなったらウインクしてる。そう、それでね、わかる、調子、その日の調子が。めっちゃウインクしてる日はめっちゃ調子いい特技ウインクね、アイドル。そう、あとさ、19期生さんの花田芽衣さんもウインクしてた気がします。まあ、目合ったらウインクするのはもう外国人確かにノリが、そう、学園レポートそう、ウインクで射抜かれたかった。ちょっと過去形になっちゃってるけど、あれウィンクでつなが、え、大丈夫、そう、面白いわ、そう、めっちゃ分かりやすくてね、面白いですよ。最近してないけど初期の時はめっちゃしてた、ウィンク。どうなんだろう、だから、こんばんは、ありがとうね。このコンウィンク、そっとあなたに特別な、そのまま、フォローありがとうございます適当にカラコンウィンクを歌ってしまった。
ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。ありがとうね。お腹が空いているずっと。なんか最近めっちゃお腹空くの早くて。困る。4期生の楽屋風景も楽しそう。うん、確かになんか結構前座って毎回メンバーが違うからその時のメンツによって空気感が全然違うからそれが面白いかもしれない。なんかどうだろう、めっちゃ喋るっていう日もあればおとなしめの感じの時もあって、そう日によって違うからそれが面白いかも。健康的にそう。でも夏だからな、痩せたい気持ちはめちゃくちゃあるけど、一日おきに痩せよう、お腹すいたの繰り返し。こんばんは。そう最近さ、ももちゃんと全然出れてないから出たいだけどね。4期の一番の楽屋番長って誰かな。楽屋番長いない気がする。誰がうるさい。最近なんかどうなんだろうね。楽屋番長いないです、いないですね。誰がいたっけ、ちょっと待って、誰がいたっけとか言って一回考えたい。楽屋番長いないんだよな、みんなそれぞれがここと喋ってる感じ。そう、お疲れ様です。ありがとう。もちゃん痩せたと思わない。うん。てかもともとね、遅いし普通に。さこちゃんスタイルいいと思うけど、ありがとうね。急に。ありがとうね。そう。自覚してないかも。絶対私じゃないよ。そう。だって、騒ぐってことはない。ありがとう。何これ。いつも。わからない。これめっちゃ綺麗な水色のやつ、ありがとう。フォローもありがとうございます。楽器もこまちゃん意外と静かなの。こまわかんない。先輩とお話ししてるかも。人懐っこいからね、すごい。よくやっぱりももちゃんに会わなさすぎて風邪忘れそうですって言った。ねえ待って、それはやばいよ。私はこの前久しぶりに会えて嬉しかった。会いたい、また会いたいな、すぐ。そう、ももちゃんとジョジョンいつ行くっていう、そのいただいたゴールデンダルマプリンセスでいただいたやつでいつ行くって言ってたんだけど行けてない。最後に4期全体で集まったのいつ、いつだ。4期全体、カレンダー見返しちゃう。全体は5月の24日とかだから5月の終わりの週とかぐらい、1ヶ月前くらいかも。さすがに俺の顔覚えてるね。急に急に覚えてるよ。恋積んじゃったの感想聞かせてください。恋積んじゃった、めっちゃ私は好きな曲でした。あとあれが可愛い、衣装めっちゃ可愛かったし、ネモハモみたいだった。でも踊れないなとも思いました。なんかアイドルになってからさ、いやこのダンスむずとか思うようになっちゃって、なんか素直に楽しめなくなってる。でもめっちゃ好きだった曲、衣装も可愛かった。衣装が本当に好きで AKB さんの、なんかさ、ゆきりんさんがいらっしゃった時に毎回 YouTube にゆきりんさんがその衣装のフィッティングみたいな時の映像を上げてらして、それがめっちゃ大好きで、だから今回それがないのがちょっと寂しいけどめっちゃ好き。片方のゴリで徐々に行きたいな。絶対やだ、私もチケットしかないんだから。チケットしかないんだから。こんばんは、新潟徐々に行ってみたい。レポよろしくです。お、待っててください。視点からちょっとそれ切ない。なんかコンサート行った時とかもなんかめっちゃ気に、いろんなことを気にしちゃうようになっちゃったのが、なんか真ん中ばっかり見てたな無意識にとか思うようになっちゃって、いろいろね。ありがとうハート。恋積んじゃったの振り付けのスクワットみたいなのめっちゃ、そうあれ絶対さ、もうなんかなんなら痩せそうじゃない、あのダンスしたら。ジャジャイめっちゃ美味しいから、楽しみなのめちゃくちゃ。
あ、フォローありがとうございます。てかもはやスカートね、最初のところ本当に焼肉ついていくしか、え、おごってくれるんですか。ありがとう。でもなんかそうね、楽しみなんだよね、行くの。チケットをもらったんですけど、私本当にすぐ物をなくしちゃうんですね。どこやったっけって思って今それがすっごい不安。え、本当にどこやったっけっていう、叙々苑のチケット、え、もうどこやったっけな、記憶がない。おごったら行っていいの、生きてほしい。みんなで食べよう、オフ会イベント、叙々苑イベント開催決定みたいな。こいつ産んじゃっていい、猫産んじゃっていいか、あれ猫産んじゃった、あれ、そう、こいつブートキャンプ、え、そう、新潟なら魚お店よね、わかる、めっちゃ思う。新潟でお寿司食べた、あ、食べた、一回家族と食べました、2回か、2回食べたから。サオちゃんならおごります、やったやった東大元暮らし、どっかにないかな。皆さん公演前に手紙書いてもらったんで、ごめんごめん、え、そうなの、ありがとう、ハート10年焼肉のタレもお高い、そうなんだ、すごい、ありがとう、たくさんハート、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、初見の方も、みんなにアイスをおごってあげる。アイス食べたい、暑いからね、会費集めるとあんたさんちゃんの日が出るやつしたいな。お花もありがとう、お金ないでしょ、ジュジュエンの室外機の匂いでパックね、切ない、切ない、切ないよ。なんかさ、そういう話結構聞くよね、芸人さんのお話とか。こんばんは、こんばんは、え、どこやった、どこやったっけ、本当にチケット不安になってきた、やったーってやって持って帰ってきて、どこやったっけどこかにはあるはずなんですけどね。おすすめしてた層のいちご味とラムネアイス買って食べて美味しかった、美味しいよね、ありがとう、食べてくれたのと言いつつこれから寿司買ってね、私はこれからお家で一人でご飯を食べるというのにこんばんは、怖くなって、そうなくしちゃうんだよ。アイス大人買いしたら毎日食べてる、え、めっちゃいい。なんかさ、買っちゃうと食べちゃうから、家から食料をなくしたら究極のダイエットできると思うんですよ、私めっちゃインドアだから。だけどめっちゃ買いだめしちゃう、なぜここに置いたみたいなとこにある、確かに、え、本当に自信ないんだけど、どこやったっけな。ジョジョ園の肉の写真でご飯食べますねそう、こんばんは、一人でご飯食べると早く食べがち、めっちゃわかる、一瞬で食べ終わっちゃってびっくりする。今日はハンバーグか焼き鳥で悩んでて、多分焼き鳥を食べると思います多分ね、からビール、ねえ、暑いから、僕探し物のとこへ、めっちゃいいじゃん、探してほしいもん、すぐ。なんかさ、串、なんかこういう串をめっちゃなくしちゃうんです私、だから今2個行方不明買い物行かないと水しか飲むの、そうなの。昨日焼き鳥食べた、お、いいね、焼き鳥ヘルシー、そう、焼き鳥食べてかな。一人暮らしは太りがち、え、そう、あ、でもそうかな、そうかもしれない、止めてくれる人いないからね、大事なものは大事に取ってあるから、うん、焼き鳥焼かないね、レンチン、もちろんレンチンですよさあ、焼き鳥何が好き、焼き鳥は、え、全然詳しくない、なんかいつもなんかタレの鶏もも肉みたいなやつ食べてる、なんだろう、あ、でも何食べてたっけ、焼き鳥屋さんでもつくねも食べる毎回、あとなんだろう、なんだろう、わかんない、ネギまま食べません、ポケットに入れて洗濯が怖すぎ、こんばんは、お疲れ様です、ありがとう、洗濯はしてないはず、焼き鳥屋に当たりするとか始めませんつけて指輪が出てくる、違うものかそう、無意識でそっと消し切って、うん、斉藤飛鳥さんゆで卵を見せる方、え、それ見た、見ました、飛鳥さんがゆで卵とチーズだけみたいな、
それ見て、あ、これぐらいするべきなんだよなって思って、あんなにさ可愛い人がさゆで卵だけでダイエットしてるのにさ何してるんだろうってちょっと思っちゃって、なんでこんな食べてるんだってなっちゃうけど食べちゃう。でも食べないようにはしてる、なるべくね。塩派タレ派、タレ、悩む、どっちかな、どっちも好き、タレかな、タレ派ですかね、どちらかと言ったら。ぼんじりが美味しい、え、食べたことないかも、ハートありがとう。一人塩にしてる、え、塩も好き。そう、知り合いがサラダチキンとヨーグルトでめっちゃ好きって聞いたけど真似できない、真似できない、それだけはしんどいよね、ボディービルダーの食生活。本当にそう、この人が、ね、食べなかったら、ねえ、本当にすごいよね。ゆで卵俺も食べてるけど他にも食べてるから分かるよその気持ち、かなり可愛い、ありがとう。アイスを我慢できれば太りにくい、確かに。でも私ジュースはあんま飲まないようにしてる、なんか飲み物でカロリー取りたくなくてジュース飲まないようにっていうのは結構心がけてはいる。尻尾がぼんじりだよ、そうなんだ、ぼんじり調べよう、ぼんじり絶対美味しい。え、焼き鳥屋さん行きたい、私お家で食べるんじゃなくて焼き鳥屋さん行きたいかも。ね、美味しそう。そう、お茶とね、私お水ばっか飲んでる。せせり美味しい。せせりはどこ？タレカロリー高い気がする。え、それはそう本当に。そう、こんばんは、こんばんは。炭水化物を減らすか、うん、それは思う、思うけどやめられないよね。ぼんじり尻尾知りませんね。ね、私も知らなかった。そう、野菜ジュース全然ねカロリー高いよね。首の肉、そうなの。そうなんだ、アフォローありがとうございます、ハートもありがとう。首の肉、野菜ジュースって塩分が、塩分があるんだ、知らなかった。ぼんじり美味しい、ぼんじり、みんなぼんじり好きじゃん。みんなぼんじり好き。うん、野菜生活するしか、野菜、確かに、あ、ありがとう、ありがとうございます、ハート。うん、焼き鳥めっちゃ食べたくなってきた、めっちゃお腹空いてきたんだけど、やばいやばい、お腹が空いている、とっても。ありがとう、たくさんハートも。白米が好きだから、え、わかる、私もご飯めっちゃ好きなんだよね。軟骨も好き、わかる、軟骨好き、私も。鶏肉は最近肩肉が好き、そうなんだ、肩肉、部位わかんない、難しい、なんとなくつっぽい。そうなんだ、そう、うん、そう、あと7人、あと7人、多分更新したらちょっと増えてくだ、増えていると思います。フォローしてくださってるのが見えたから、見えたから。いつか室内で AI 人やってみたい、絶対やだ、あれが作動しちゃう、なんだっけ、か、なんだっけ、火災報知器、こんばんは。火災報知器作動するとめっちゃやばい音がさ鳴るから。食べ物の話ね、この時間の食べ物の話はお腹すくん。公演は次いつですか、公演は次いつですか、29と30です、です。私が前座なのはまだ発表されてないので、いつかは分かんないです、私も。私も分かんないです。一桁の残り、そうなの、ありがとうございます、こんばんは。劇場さんにやばいやばい、もう匂いもやばいし怒られるし。一応 X でフォロワーさん募集のポストしてみた、ありがとうね、ありがとうございます。スコートワークどうだったの、私、私は申し込んでないけど。こんばんは、そう、30の昼公演当選したらサボちゃん出てほしいな、出たい、昼どうでしょうね、わからない、
あ、フォローありがとう。ありがとうございます。来たばっかりにすごいありがとう。ハートもありがとう。さこちゃん梅酢一生食べたことある？え、ないと思います。多分ないかな。サメの軟骨で作る。え、絶対食べたことない。伝説のバイバイ。再会ねえ。そう、出たい作。今年は浴衣着れそうですか？新潟の大きい花火大会。浴衣は着ないかなって思います。お家で一人だし多分着ないかな。ありがとうございます。たくさんありがとう。以上で見ます。見ます。なんかすごい短い。サマーバッグ買いました。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。本当にこんばんは。そう、ありがとね。ぜひ、あれいつまでだっけ、7月1日とかまでなのでチェックしていただけたら嬉しいです。めっちゃ私は今まで出たグッズ史上一番好き。今まで生写真とかも全然宣伝しなかった。全然宣伝しなかったのに急にサマーバッグになった瞬間に自分がツインテールしててちょっと浮かれてるっていうのがあって。全然そう、髪型かわいい。おろしだよ、ありがとうね。高校生で一人暮らしは大変だね。俺もこっちでしてるんだけど。そうだね、でも一人暮らし慣れちゃったってのもあるね。意外とすぐ慣れちゃいましたね。サマグッズのサオちゃんよ、ありがとう。ありがとう、こんばんは。そう、ツインテールしてるので、めっちゃアイドル。めっちゃアイドル。めっちゃアイドルをしているので、そう、ちょっと待ってないうちに見違えるくらい。これさ、パッと見ペンライトに見えるやつはペンライト風キーホルダーなのでお気をつけくださいってことをちょっと言いたかった。なんかサマーグッズのところに、これペンライトって一瞬パッと見えるんですよ、こう大きく表示したら。そしたらキーホルダーだから、みんな気づいてる、すぐ気づいたかもしれないけど、私は気づかなかったから。私は全然気づかなくて、あれこれキーホルダーじゃないって言われて、うわ本当だ、チェーンついてるじゃんってなって、やっと気がついたので、みんなも気をつけてください。あの浴衣のツインシアター9時に欲しいって、確かにわかるかも。そうなの、そこめちゃくちゃ注意点。そう、キーホルダーなんです、ペンライトじゃないの。サイリウムにつけ使うかな。普通にキーホルダーとして、もうめちゃくちゃさ、めちゃくちゃ私はこれはペンライトに見えてしまって、クリアカードとかにしてほしさある。確かに。そう、ありがとうレインボースター。ショートカードのペンライトが、ペンライトだったらね。そう、めちゃくちゃキーホルダーです。シグツムさしたから3種注文。ありがとうね、ありがとう、ありがとう。音符もただほぼ実物大なんだよね。そうなの、3センチかける24センチ。おっきい、おっきい、実物大じゃん本当に。24って、これ私の高校の手が18センチくらいなので、20センチ24センチ、これぐらいかける3、めっちゃ大きいじゃん、超大きい。そうなんだ、私も詳しく見れてないから。さすがに3種全部あげて、全然無理しないで、ぜひチェックしていただけるだけで。本当だ、思ったより大きいんだね。うわ本当だ、全然しっかり見てなかったから、てっきりさこれくらいのサイズだと思ってた。キーホルダー届いたらこうやっております。光らない、光らないアクリルキーホルダーを。そう、以上持ち込むかも。でもすぐあっってなる、自分だったら。あ、でも顔が小さいから、でも分かる気がする。そう、サイリウムに貼り付けて使うしか。
めっちゃ技術を問うよね。変形、熱で変形させて貼り付けたらいけそうだけど。周りの浴衣かわいいじゃないですか。え、そう、かわいい。あの浴衣めちゃくちゃかわいい。めっちゃかわいかったです。いろんな種類がかけてあって、なんとなくこれがいいなと思ってたら、それを衣装さんがこれがいいんじゃないって言ってくれたからたまたまサイリウムカラーだったし、よかった。ありがとうございます。すいません、光るようにするか光るようにしてくれるの。後ろに LED つけたらいけるかも。フォローありがとう。たくさん初訪問ありがとうございます。うん、まあもう7時になっている。はじめ7時までって言ってたのにこんばんは。7時までって言ってたよね私。どうしようかなどうしようかなやっぱりこの時間だと集まる、うん、かなな気がします。出かけるとなんとか新しい。そうなんだ。じゃあダメでした、ごめんなさいごめんね、改造ダメなんだ、ダメだったんだって、ごめんなさい。めっちゃさ、サイリウム大きい人いない？太めのペンライトみたいな。こんばんは。あれすごいよね、めちゃくちゃ目立つ。そう、じゃあちょっとだけ帰れまてんなのでちょでも絶対帰れまてん、やだ帰れまてんやめる。そう、ありがとう、フォローありがとうございます。あれ公式でカスタムパーツ売ってるからね。そうなんだ、ありがとう。ハートもこんばんは。公式迷うかなでもそれぐらい目立つよ本当に。圧倒されるもん、わーって。ありがとう。何人増えた。帰りも手にあるとしたら10時になっちゃう。本当そうだよ、さすがにやらないです私も。ちょっと安定の延長、多分これは更新されてないだけで多分言ってる気がするから、もういいかなもういいかな、これ多分更新を待ってたら一生あれな気がするから。厳密に明るさも消されてる。そうなんだ、夜会場されるからでまた、うんね、そう、こんばんは。さあちゃんといえば延長だよね、本当にそれ嫌なんだよねありがとう、音符もそのイメージ嫌なんだね毎回しちゃうよね。でも私、本当もありがとうございます。明日は何時から配信するかな、わかんないけど、何時からだろうな、多分解除するぞ怖こんばんは、こんばんは、ありがとう。初見の方も、はい、ありがとうございます。このまま9時ぐらいから、本当にしません。ちょっと本当に、私は本当にやらなくちゃいけないことをやってないのでやらなくちゃなのでやらないですが、おやすみそうなんですよ、本日2度目の出演でしたいいですけど後から謝るならじゃあやることやってください、やります。ちょっと本当にさ、そう、一応学生だからねとか言って焼き鳥を食べないと、そう、半までかな、半までかな。尊いありがとうございます。ご飯食べて食べるよ、いい夢見てる気が早い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 、いい夢見ます。めっちゃ夢見る最近、でも覚えてないんだけど、でも二部展開とかで夢見ます。
一部にこれ見て二部にこれ見るみたいななんか本当に夢を見がちで、しかも結構リアルな夢なんですよ。2個目は覚えてて1個目覚えてないんだけど、プリゴロタグッズとか持ってますか？え、プリゴロタのグッズ持ってない。あ、お母さんが、違うな、普通にあれはのダメのグッズ、学生だから見て。ちょっとね本当にやばいんですよ。レンジ復活したしました、結構前に。そう、めっちゃ夢を見て本当にさえ、めっちゃね NGT の夢なのそれが2部が毎回第2部が NGT の夢で2度見る。そうなんですけど、一部がなんか違う、結構なんか地元の子とかなんか家族とかなんか多分そういう夢、あんま覚えてないんですけど、一部は大体で2部がめっちゃ NGT の夢、怖い本当に夢か現実かたまに分かんなくなるもん。悪夢の時もあるし悪夢じゃない時もある。より覚えてないままステージに立つ夢はさすがに見てないです。現実になった方がいい夢、なった方がいい夢の時もあるし、ならない方がいい夢の時もあるから、本当に換気休憩してから大丈夫なのかなえ、でも第1部と第2部の時に夢って多分気づくから、それが換気休憩かも。一回うなされてるとかではないんですけど、同期と先輩どっちが多く出演、なんか誰がとかじゃなくて、なんか NGT 関連、どうなんだろう。先輩ありがとう、ハートもどっちも出てきますよでもさ、これ明らかに夢だろっていうのは、なんか地元の友達も NGT だったりするの、それってもう夢じゃんそういう夢をめっちゃ見るから、尊いありがとう。だからね、気づいちゃうんだよね、自覚しちゃう。仕事してる夢見てると仕事だよね、わかるかも。ちょっと夢に出たい夢に出たいの頑張って予知夢、あ、でも予知夢なんかデジャブはあるけど予知夢はないかも。そう、友達が NGT にいるから後から思い返したら全然夢なんですけど、そういうのが結構あるかもしれない。地元の学生、いや、なんか同期とかめっちゃ同期、めっちゃ友達と NGT の話してんのもうよくわかんない。夢にオタク出てきたこととかある？え、ないえ、なんだろう、誰がとかじゃないです。抽象的な感じでお客さんがいる劇場にとかはあるけど、一人がこうでとか話してとかはわかんないですね。こんばんは。なんかめちゃくちゃぼんやり登場人物は。夢に出演してくださいそれはもう私のこと考えてたら多分出てきます。レッスンの先生出てこない？出てきたことない。夢の中でこれは夢だって自覚する感じめっちゃある、超嫌だそれ。新潟の夏は蒸し暑いよね、もうすでに蒸し暑い。ブルーハーツさんという曲で夢って名曲、歌詞がいい。そうなんだ、聞きます。リンダシン、リンダしかわかんないリンダリンダしか。結婚してありがとう、いつか来世とか夢で会えたら水量なんていうのに夢でたい頑張って。覚醒もそれ、あ、そうなんだ。めっちゃ、じゃあそれかも、めっちゃ夢自覚しちゃう。あ、今夢見てる、あ、今これで目覚めたくないなとか、逆に早くその夢から出たいなとかありますね来世まだサホちゃんは出演してません、僕の夢では。あれ、出してくれないんですか、私出演本当ありがとうございます、ありがとうね。では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 とか言って、更新されてたりしないかな、フォロワーさんの数が。されてない、されてないよ。よく崖から落ちる夢見てるときに、それ怖い。その、あ、なんか物理的肉体的に怖い夢やだ死ぬとか。こんばんは。夢に出演したらなんとかがいてもらえるシステムだよ。なんだろう、でもさ、この夢終わんないでほしいなっていう時めっちゃ、なんていうの、夢って自覚した上で、わ、この夢終わんないでほしいから目覚めたくないなみたいな時ある。
そういう時はずっと寝てたいってなるけど、そういう時に限って早起きとかだから。あとありがとう、ありがとうございます。あー、ありがとうね、音楽器、たくさんありがとう、ありがとうございます。本当に、なんかめっちゃ変な夢を、なんか三部制ぐらいでめっちゃ見るときあって、夢の続きとかない？これ前見た夢の続きじゃんって夢見るときないかな。私だけかもしれないんですけど、小さい時からずっとなんか、なんていうの、連続ドラマみたいな感じで1週間前に見た夢の続きとかを見るんですよ、夢で。明晰夢だった。そうやって言うんだ、すごい、ありがとうね。やっぱり俺みたいに夢の壁が高いのかな、面白すぎる。そんなことない、よくあるね、連ドラかな。本当にそう、なんかあるんですよ、めちゃくちゃ見てて。私小さい時誘拐される夢を見てたことがあって、なんかその多分仰天ニュースの影響をめちゃくちゃ受けてて、夢に何回も同じ場所でさ誘拐されてて、もう、ま、前も見たよってなってた。松坂さんが今夢を渡してるけど、演出続いてるかもですねすごいすごいすごい、歌詞みたい、歌詞みたい。ありがとう、だるま黒の組織。いや、なんか雨の日に誘拐されるっていう多分仰天ニュースを見ちゃって、テレビで。それを私の小さい時の脳にはもうめっちゃ多分刺激が強くて、そのニュースが、だからよく誘拐されてましたね三部線歌パーティーの話面白すぎる。夢の記憶があまりない、覚えてないのかも。絶対、でもどうだろう、そういう時もある。その夢に救世主として登場したかった面白い、ありがとう。音符も警察24時の影響がなくてよかった。あ、警察24時の夢は見たことない。あと音符もありがとう。すり込まれてるかなんとかのイメージ。なんだ、あとありがとうね。こんばんは。あと何かな、面白い。最近覚えてないんですよね、夢を見たっていう事実と、ぼんやりしたこれ NGT の夢だったなーっていうのしか覚えてなくて。誘拐で、そう、誘拐めっちゃさ嫌なんだよね、あの夢。あと駐車場にいたらおなんていうの、ドッキリグランプリみたいな感じで落とし穴に落ちるっていう夢をめっちゃ見てる時期もありました、謎に。それがめっちゃ、それもめっちゃ見てたな。夢診断の本高かったのでお預けした。夢診断の本なんてあるんだ、すごっ。怖いドラマとか映画大丈夫？大丈夫じゃない、絶対全然見ないです。映画は見に行かないし、ドラマも見ない。単位足りなくて大学卒業できない夢は未だにたまに見る。そういう夢が一番怖い、お化けとかより。人生かかってる系めっちゃ怖いこんばんは。テレビの影響めっちゃ受けますよ、夢に。でも一番怖いそれ、受験落ちる夢とか、もう本当に嫌だ卒業できないとか、もう嫌すぎる、絶対見たくない。それは宿題忘れたとか、今日までテスト範囲覚えられなかったとかそういう夢が一番怖いから。たくさん訪問してくださっていまだに校舎が舞台の夢ある。すごい、全然学校出てこないな、学校。多分今置かれてる環境にの夢が多いのかなね。今でも受験の夢見る。やだやだ、バトルアイアとかデスノートとかの夢見てる子とか、見たことない。私どっちも久保ひなのさんとなんとかする夢見たことあったけど、あれは幸せ。いいね、まずそのちゃんひなさんが出てきてる時点でめっちゃ幸せ。ありがとう、だるまも。こんばんは。てかしびれてきた、起きたら蓋の上に手入れてくれる。いやー、それあるあるだな、辛いよねあれ。
変な体勢で寝てた時のその後動けないしばらく。こんばんは。ありがとう星も。お腹が空いた。苦心で誰を結婚しようかと悩んでいる夢を見る。なんで。あんたありがとう。だるまも音符も。めっちゃそれは幸せな夢じゃない。選べる。悩んでるのか。あ、でもそう、どうなんだろう。今日の夕食は焼き鳥です。ご飯と。いつかドッキリの番組とか出たいですか。あ、フォローありがとうございます。ドッキリあんまり多分いいリアクションできる自信がないから、ドッキリって知りたい。ドッキリって知りたい。ドッキリって知ってたらってできるけど、で出れるね。あ、フォローありがとうございます。こんばんは。仕掛けたい側、仕掛け、心が痛くならないドッキリなら仕掛けたいかな。結構私ドッキリ番組心痛くなっちゃって見られなくて見られなくて、本当になんかかな、なんかヒヤヒヤするのがもう心臓痛くて。そう、臭いしてるかもと不安があるかも。なんかやばい、怖い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 、急に重い話だよ。大丈夫大丈夫大丈夫とか適当に言えないけど、ありがとう初訪問の方も。これはドッキリだとバレてるのにリアクションしなきゃいけないのつらい。確かに。共感性羞恥とかありますか。めっちゃあります。すぐする。共感性羞恥やばいです。もう、あ、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいってすぐなっちゃう。優しい心。マリミオナさんのゾンビ好きだった。あれは面白かったね。あれはやばかった。今でもまた見たいってなる。乃木中とめさんに弟子入り。会いた、会ってみたいです。ボートレースの営業行ってみたい。私も見に行きたい。かわいい、ありがとう。あきちゃんに歌う心が初見です、ありがとうね。そう、福留さんめっちゃ動画見てる。またノブロック出ないかな。ノブロック楽しみ。めっちゃ笑い芸人さんとかの動画も、あ、でも最近見れてないな。こんばんは。ギャンブルは二十歳から。二十歳からだね。でも拝礼はするんですよね確か。こんばんは。とめさん今すごいね。ボートレース業界がすごい好調なんで営業全部持って、本当にすごいと思います。なんか本当に面白い人ってこんなにすぐバーってなるんだと思って、なんか初期から好きだった、そのなんていうの、すごい AKB 時代から知ってた、好きだったわけ、知ってて好きになれてたわけじゃないけど、結構早い段階から好きで入れて私は良かったなって思う。そう、ありがとう。だるままハートも、1805人おめ、ありがとう。嘘、本当だ、ありがとうございます。嘘、ありがとう、いつの間に、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当だ、ありがとう。嬉しい、配信中に行けた、ありがとうね。本当に行けるとは思わなかった。ありがとう。テレのお休み、お休み。ありがとうね。これ歌わないとちょっとカラオケはできないけど、でもありがとう。達成したので終わりますか。終わる。確かに、ありがとうございます。今日フォローしてくださった方たくさん、よかった、ありがとうね。本当にノリで始めたのに本当にありがとうございます。嬉しい。ぜひこんな、ありがとう。配信中にまた行けて嬉しいです。
思いのほか早かった。だって1700人に行ってからまだ1週間くらいだけど嬉しい、ありがとうございます。ほんとこんばんは、ありがとう。初見の方もありがとう、くまさんありがとうございます。一気に増えたね、ありがとう。そうありがとうございます、本当に今日も暑いからせせ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 、ありがとうございます。ありがとう。視聴数大きいね、本当だ、ずっと1時間半くらいしてるから。ありがとうくまさん、ありがとうね、ありがとうございます。はじめまして、初見の方もね、ありがとう。たくさん来ていただいてて、今日初見の方もね、嬉しい限りです。またね、またね、ありがとうございました。では25分に壇上読みしようかなって思います。半までって言ってたので、本当に行けたの嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。明日からも配信するので、明日はちょっと夜遅くになるかもしれない、なるかもしれないっていうか夜遅くかな。9時くらいかなって思いますので、ラジオ見聞いてからシャワーに行きます。待たせちゃってる。焼き鳥の写真待ってます。送らないです。それは送らないです。なんだかんだ湯気でこさせやすぎです。ありがとう。よし、お風呂行ってきます。行ってらっしゃい。毎日のようにレッスンあるのないです。ありがとう。星もこんばんは、ハートもありがとうね。キャバも馬娘の影響で人気で面白い。確かに漫画でジャジャマグルーミンアップが有名。知らない、なんだろうそれ。ありがとう、ハートも。9時頃頑張る。何これ、ブラボー、ありがとう。初めて見ました、ありがとう。ジョジョイの写真待ってます。それは送ります。あれ、焼き鳥待って、同じ3文章焼き鳥買ってくるの2人とも同じタイミングだし面白すぎる。じゃあみんなで焼き鳥食べようね。ありがとう、こんばんは、ありがとうございました。コメントコメント面白すぎる。気が合って合うんだよ、気が合うんだよ。焼き鳥でもくれた、あれ焼き鳥 CM 来てほしい、この一瞬で。今日しか食べてないの、まさかのかぶった、面白い。初めて見た、コメント欄で同じ意気投合。お揃い界隈ですね、みんな。さすが、さすが推しが一緒なだけあって。焼き鳥とかはアメリカでも焼き鳥、寿司みたいな感じ、寿司天ぷらみたいな感じで焼き鳥なのか。すごい、ありがとう。焼き鳥はタレ派です。お、一緒、私もどちらかと言ったらタレ派です。一緒ですね。星はなんとか、なんだ、星になっちゃってる。あ、ゾウもありがとう、ありがとうございます。ここの表示も書き換えないとだ書き換えないとだ。あ、たい焼きプリンスのままになっていた、ごめんなさい、固定コメント変えますね。いいかな、よいしょ、設定する定型コメントもね、時間があるときに。ああ、そう、それはずっと言われてるのにごめんね、ありがとう。焼き鳥何が好き、何がある、私の家にはなんか冷凍のやつ、タレ鶏ももみたいなやつです。お疲れ様です、ありがとう。明日は2000人だね。終われないじゃん、そしたらずっと本当に帰れま10になっちゃう
下を見てさほちゃんも可愛い、優しすぎる。では25分になったので男女読みさせていただきます。ありがとう。13位、あ、ちょっと変わった、変わりました、今変わった、待ってね、大丈夫かな。13位、チョラッペさん、ありがとうございます。12位、ガッティさん、ありがとうございます。11位、タムヒロさん、ありがとうございます。10位、マサフミさん、ありがとうございます。9位、スユーパさん、ありがとうございます。8位、 MS さん、ありがとうございます。7位、チーボーさん、ありがとうございます。6位、コミュニストさん、ありがとうございます。5位、セッテンガーさん、ありがとうございます。4位、ギバさん、ありがとうございます。3位、メープルナオくんさん、ありがとうございます。2位、ポメラニアンさん、ありがとうございます。そして1位、おとぼけさん、ありがとうございます。ありがとうございました、配信ありがとうございました。そしてフォローしてくださった方もね、たくさん今日いてありがとうございました。そう、1800人、嬉しいです。6月中に来たらなって言ってたので行けてよかったです。ありがとうございました。また明日も多分あの夜、あー待って、夜かな、うん、夜するので、待って、朝しようかな、悩んできた、朝するかも、待って朝するかもしれない、朝するかも、突如始める、朝するかもです、朝します、やっぱり、あー、うん、朝します。ではよろしくお願いします。そんな感じで今日だけで20人フォローしてくださったことか、確かにありがたい、本当にありがたい、配信予約入れますね。ではそんな感じでチャットとメール送るね、ありがとうございました。皆さんゆっくり休んでね、まだ火曜日だからね、ありがとうございました。明日朝やるので、おやすみなさい、おやすみなさい、まだ寝ないけどご飯食べます、バイバイ、ありがとうございました、本当に今日たくさんありがとうありがとう、また明日。